はい、というわけで撮影再開ですね。まあ音声がもしかしたらプツプツなっちゃってる可能性があるのでね。すごい、強い。何時までやるんだろう。何時まででもいいや。負けるまでやる感じかな。いいですね、すごい、楽しいぞ。勝てる、すごい勝てますね、すごいな。かまちゃんさんのゼウス。フリーが強いな、すごいな。ダッシュいなきゃきついね。ダッシュ、ランバさんもでもダッシュ1人しか入ってないんじゃないかな。誰が入ってるの、ダッシュ。住職さんダッシュいるのかな。いないよね。ダッシュ1体しかいないんじゃない。相手にダッシュがいたらって感じですね。特に初手なんだっけ、ヘチじゃなくて、クミホか。初手クミホ6人、オルクミホ6人とかガッと来られちゃったらもうランバさんじゃ1人じゃ厳しいですし。月でもいけるんじゃないかな。パワープラントではそこまで戦えるんで、いけそうな気はしますけど。ああ、なるほどね。いや、意外といけんじゃないの？って思いますけど。そうですね、相手はかなりなとつとつ分隊だったので、いや大丈夫ですよ。大丈夫、ノーカット版と編集版とまだ2つ作るので、こういうやり取りとか私のこういう待ち時間の会話が嫌だという人は、ぜひともその編集したマッチングだけの方に動画作ります、2本作りますので、そちらに。カンストゼウス恐ろしいですね。5000目いきましょう、いきましょう。レッドラゴーですね。打ち損ねてしまった。さあ、マップは新マップ、フューリーの芋ポジがあるので、初手そこで出しちゃってもいいかなというふうに思ってもいるんですが、相手のね、動きをちょっとこう封じるという意味で、一体出してもいいんじゃないかということで出します。まあ、もしかしたらこの一手が後々後に響いてきてしまうのかなっていうふうに思いますけど。私が取ったわけじゃないので、ここからですね、私がどこまでイモるべきなのか。あんまり持ってもね、しょうがないんで。全部オルカンさんに当たっちゃった。
ルピナグリのグリはカンストグリなので、多分耐えてんだと思うんですよね。トラッピングリ来ましたね。痛い、ごめんなさい。右から来てる。左攻めてますね。人数足らない感じかな。ああ、ぶつかっちゃった。ごめんなさい。めっちゃごめんなさい。飛び越せると思ったのに、やめた。あかーんですね。よいしょー。てうわ、来た。うふぇ。お、ゼニットが置いてある。何をイメージしたマップなんだろう、ここ。オーバージャンプのトラッピング当たらないはず。ウルピナグリですね。もう絶対先飛んでもらわないと無理なので、こんなに削られてしまった。 JGJ ですな。ん、味方が減ってきたぞ。何が残ってんだ。私、助けて助けて。あー、パニッシャーか。うわーっと、まずい。控えめに言ってまずい。うわー、前走いけるかな。うわー、オールだー。くー、やられてしまったー。ラー、前走まずいぞ。3対1、ビーコンは若干劣勢。まあ、キーこのね、この方がどこまで戦うのか。おーっと、マジレスさんの1対1。重症無職さんが、さあ、いけるのか。いったー。後ろにはなってるので、ここからのリスポーンは絶対にありませんね。おーっと。さあ、敵さん来ました。オルピナグリでございます。マジレスさん、どういう立ち回りをするんでしょうか。おーっと、やられてしまった。ジャンプのリロードは間に合わず。さあ、オルカンさんがトラピン。さあ、ここで1対1ですね。新機体との。
でランバさんがゼウフなので、まあ、狙うとしたら左のグリじゃないでしょうか。選んでオルカンさんが何を狙うのか。残り3分、長い、非常に長い3分ですね。とりあえず左のビーコンを守りたいですね。ランバさん次のゼウスで倒せるのか。倒せればワンチャンあり。おっと、ああ猫さんがいった。さあ敵さんがまだ出るか、まだ出るか。これは厳しい、これは厳しいぞ。さあランバさん対無難に左グリを、おお倒しましたね。多分1対1ね、このポジションならねいけんじゃないかな。無理か、盾は剥がした。あとはさあ半身打ちが始まりました。サランバーさんの体力が気になるところでございます。残り1分、残り2分ですね。さあビーコンは取られましたが、ここで逆転ありか。さあランバさんの体力が気になる。さあ足がやられたんじゃないでしょうか。ここのはみ打ちはうまいぞ。いや無理に追わない方がいいんじゃないか。うわうわ、あーやられてしまった。ランバさん全滅か。あーすごいいい勝負だったのに。やられましたね。あーあんたら最後出てきたか。うわーすごい。いや初手ゼウフが間違いだったかな。クハ、悔しいですね。最後何が正解でした？あれでいいんじゃないですかね。あれは以上はないかな。まあどうなんだろう、ずっと坂んとこでいた方が良かったのかな。 RKM のフル分隊、 RKM は強いんですかね。初めて見たんですけど、最後は仕方がないですね。いやーそこで出てこなければ。パニッシャーライドちょっと頑張りすぎましたね。敵もラスキかなと思って結構近場で行っちゃったんですけど、もっとこう下がってればよかったですね。あと3かねが来てね。いやーいや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 、でも行けたよ、いけたいけた。ちょっとね、とつりすぎちゃったかな。オルピナライムがオルピナグリだったらなーとかね、わーっと思っちゃうんですけどね。いやーでも、すごい白熱した戦いでしたね。悔やまれますね。反省ですね。みんな反省してますね。みんなすごい反省してますね。ああ、そうですね、相手いないって思ってね行っちゃってね、まだいたのかっていうパターンがねあったりするんでね、ビーコンラッシュの怖いところですね。
まにビーコンラッシュということを忘れてね、こう敵いないじゃんビーコン取り行けんじゃんって言って言ったらピョッて出てきてオールさんなんですがポンって出てきてやられちゃったりとかねするんで、まあもう空いてるビーコンはね疑った方がいいんですよ、あの待ってるから一人で行っちゃダメ。お、また広いステージですね。相手はリベンジしたかったんですが違いますね。武士道さん、レッドキングさんが一人ノラに戻ったんでしょうかね。ランバさんが左、じゃあ私は正面なんと思いきや、ここのマップ実は左のね上から攻めた方がいいんですよ。あの中央はねいらないぐらいなイメージですね。中央はいらないので B を狙います。まあ、というのも敵さんがね B に来づらいんですよね。特に足の飛べない機体なんかで来ると、取れないか、間に合え、よし、やった。無理か、勢いそうにないですね。 A じゃないや、 B か。1、2、3、1、2、3、人目が出てこないですね。どうしましょうかね。アンランス。強いな、はい、変わらずカンストール感かな。ここは無理に前に出なくてもいいかな、打ち合ってもらって右に1、2、3、4に2人待ってますね。またサイル持ちか、厄介だな、あ、厄介だな。じゃあ私もアンタラでいっちゃおうかな。
12345672546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 54
命打ちが怖いですけど、まあでも大丈夫じゃないでしょうかね。トレビューが狙っておりますが、うわ新機体じゃん。どうしようゴリ押すか。いっちゃえ。白になれば出てこなくなるはず。あーメーカー。そっか、あれか、支配じゃないときついのか。やっぱり出てきちゃうから、支配だったら B だけど、ビーコンラッシュだったら違ったのかな。いやー難しい、奥が深いですね。ビュイーン、あー来てる。もう期待がないよ。めっちゃ見てる。やばい、ボスはこの機体しなきゃ。敵がまだいっぱいいそうなんだよな。特にあのトレビューブッジは所定ですよね、まだね。お、どんな使いが出てきたのか。動きが雑になってきたな、私も含め。あーどうしよう、迷ってますね。あーそっか、 B 来るね。あー全然ダメだ、全然ダメだ。あー全然ダメだ。ちょっと疲れちゃったんで次に打ちましょうか。で落ちます。リベンジされちゃいました。あ、6戦やった、次で7戦目なので1時間ぐらいやったのかですね。長い。これは編集のしがいがあるぞって言っても、まあカットするだけなんですけどね。喋ってるところをカットしたりとかするだけなんですけどもね、編集って言っても。間違いちょっとね、こんだけ連勝してきて久々に負けるとなかなか来ますね。あとは農場でね、あの位置、そこビーコンラッシュだと B 狙ってってもスポーンされちゃうからあれなのか。したらどうすればいいんだ、やっぱり中央 D？ でも D 遠い気がするんですよね。
B をじゃあ仮に5人で狙いに行って、スカジどうすればいいんだろう。今の反因としては攻めすぎたのかな、逆に B に行こうとしすぎて、こう敵さん待ってた中にね突っ込んでいっちゃったので、それが良くなかったのかな。だからどうすればよかったんだろう、やっぱり D を取りに行った方が良かったのかな。あ、難しいな、どうすればよかったんだろう、わかんない。支配なら完全に B 行くんですけどね。まあでもそっか、ビーコンラッシュ B 取れれば我々も B に期待を出せるから、どうすればよかったんだ、ラストですね。フル分隊になるんでしょうか。フル分隊でやりたいですね、最後は。そして最後は勝ちたいですね、やっぱり。ラストフル分隊でレッドシティかな。まあ、あとやっぱり私のパニッシャーとかレベルがね10超えてないのはね。あら、ランバさん、お疲れ様でした、お疲れ様でした。シュイト、ランバさん離脱、お疲れ様でした、楽しみにしていてください。さあ2枠空いてしまいましたが、どうするんでしょうか。選んだウルカンさん、このまま解散するのか、それとも2人2枠誘うのか。まあ待ってますので、のんびり選んでください。あ、4人で行くんですね、かしこまりました。さあラストです、選んでオルカン3分隊ラストです。マップはデッドシティ以外ですね、デッドシティまたは、おう、雪山、雪山は負けないよ多分。お、オルピナライノがいるじゃないか、行ってもらっていいかな、ありがとう、ごめんね、ありがとう。敵さんは新機体はなさそうですね、ロガが一体いるので来ております、急ぎましょう。ナイスノラの方、さあ、ノラの方がどこまで走るんでしょうか、見物でございます。下がる、前に出る、下がろう、痛い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 
やりたいね。あー、ダメでしたね。おお、来るね。あ、オルアンなのか。お、月光バグか、それとも本物のカンスト月光か。だかな。黙っちゃうな。あー、ちょっとやっぱり疲れてんのかな、連戦で。黙っちゃうな。シャにやられてしまった。ゼウフ乗っちゃおう。ドン、よいしょ。カンストフューリーではなさそうですね。結構削れたので、あかん、やだ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 、私のゼウフがやられる。唯一のイモキが落ちる。何しようかな。いいか、私の出る幕はないかな。大丈夫そうですね。オルカンさんフリーズか。タラマグリアン結構うっそ、ミスジャンプ。最近よくあるんですよね、ミスジャンプ。結果オーライかな。ここまで上がってきてしまいましたが、どうしようかね。
ぶあの3カネ強い。カンストしてるかもしれない。全然喋ってないな。あー、どんどん口数が減っていく。やっぱりお疲れですね。久々にこんなにやったな。3日ぶりぐらいか、1時間ぶっ通しでボロボやったのは。うおまだ天風乗ってんのか彼は。ゴリゴリ削るぜ。ヘチか、勝ちました。うーん、雪山強いですね。雪山は負けないですね、この分隊。なんでだろう、やっぱりフューリーが強いのかな。おー、いいですね。お疲れ様でした。よいしょ。ああ、ありがとうございました。ポチッとな。よいしょ。はい、というわけで、選んでるかん3分隊でした。AG が一気にたまりましたね。一重100千万、10万、100万、1000万、1200万。こんなにたまったら、1時間でこんなにたまるのか。1時間でこれしかたまらないのかというべきか、難しいですけど、1時間やってこんだけか、ちょっと1日1時間が限界ですね。まあ1日1個11レベルのをカンストできればと思ったけど、高っ、こんな高いの、そうマジかい。じゃあサンダーとか10武器もっと高いってことか。すごいな、カンストする人って。だから無理無理。だってプレミア使ってこれしかたまらないんですよ。もっとやれってことか。しんどいな。はい、というわけで今回はこの辺でおしまいにいたします。ご視聴ありがとうございました。では。